そう、浴びてきました。じゃあ髪の毛を乾かしていきたいと思います。まずこちらをオイルを塗ってます。2プッシュぐらいかな。やって髪全体になりたいスタイリングになるように、こう今日は外羽にしたいのでこういう風につけていきたいと思います。乾かします。それではメイクしていきます。まずこちらの白の化粧水を塗っていきます。スプレータイプになっててすごい気持ちいいです。なんかローズの香りがします。なじませていきます。次にこちら、ポーラの化粧水を塗っていきます。全体にこうやってぐーっとなじませていきます。次にこちらの乳液を塗っていきます。2プッシュぐらい塗ってます。なじませていきます。で次にこちらの白のクリームを塗ります。これを塗ると結構化粧がしやすくなります。ワンプッシュで大丈夫です。これを軽くファンデーションを塗るところに塗っていきます。結構毛穴のボコボコしたところに塗るのがおすすめです。鼻のとことか目の下とか。軽くティッシュでオフします。次にこちらの日焼け止めを塗っていきます。結構日焼けしやすいので毎日日焼け止めを塗ってます。次にファンデーションを塗っていきます。 NARS から新しく出たクッションファンデを使っています。こんな感じです。
こんな感じで全体に塗っていきます。次にこの 3CE のリップをちょっと仮でつけます。それではリップの色に合わせてアイブロウを描いていきたいと思います。こちらを使います。まずこういう太いペンシルで適当に描いていきます。薄い色でやるのがおすすめです。こちらで少し整えます。で、この後にこちらの硬いブラシでしっかり描いていきたいと思います。私はこういう風に横に流すんですけど、この辺りはこういう風に縦の動きに変えてます。はい、そしたらこちらのマスカラで眉毛を整えていきます。この先端のところは縦にやってます。次にアイシャドウを塗っていきます。アイホール全体にのせていきます。指で伸ばしてごまかしてます。裏目がすごいキラキラするのでおすすめです。次にこちらのアイシャドウ塗っていきます。結構濃くつくのでちょっとで大丈夫です。次にこちらを塗ります。次にビューラーをします。こちらのマスカラを塗っていきます。韓国で買いました。
結構すごいまつげがしっかり太くなっていい感じになります。下も塗ります。こんな感じです。次にアイライナーを塗っていきます。ずっと使ってるラブライナーというアイライナーです。少しまぶたを持ち上げて内側に引いていきます。こんな感じでアイライナーを引きました。次にチークを塗ります。最後にこちらのリップを少し重ねます。少しティッシュでオフします。そしたらまたドライヤーをします。なんか魔法がすごい。アイライナーします。軽めに外はねにしてます。アイライナーを少しつけます。完成です。準備ができました。ではお仕事に行ってきます。バイバーイ。